自民党の裏金問題を徹底追及してきた日本共産党です。私は国会で自民党の裏金を受け取っていた議員が選挙の年にその裏金の金額が増える、このことを初めて国会で明らかにいたしました。予算委員会で使ったパネルの写しですけれども、安倍派の参議院議員の不記載額、このような裏金の金額というのが自分の選挙の年、ここに他の年に比べて大きく増えるという実態を明らかにいたしました。で、これを見た岸田首相も選挙の年に増える実態があるということを認めざるを得ませんでした。で、まさに裏金というのが選挙のために使われていた、このことが問われる重大問題です。そもそも裏金の原資は企業団体献金、企業からのお金で、まさに賄賂となるお金が企業献金そのものです。入り口の入りの部分で賄賂となる企業献金で政治を政策を歪め、そして出口の使い道において選挙にばらまくことによって選挙を歪める、二重の害悪をもたらす裏金問題、これにどっぷり浸った自民党政治の腐敗、これを一掃することこそ一番の仕事ではないでしょうか。裏金問題徹底追及先頭に立って企業団体献金の禁止掲げ実践してきた日本共産党を大きく伸ばしていただいて、自民党の金権腐敗政治一掃していこうじゃありませんか。